チャートティー。今日はこの夏野菜を使ってサラダを作っていこうと思います。中に入っているのはフィノッキオ、イタリアの野菜ですね。フィノッキオとか、あとはたくさんの葉物野菜を使います。あと定番のこのトマトも使います。レモンもドレッシングに使っていきます。それでは作っていきましょう。1キロこれぐらいで 1.5 ユーロでした。トマトを洗っていきます。まずトマトを使ったサラダを作っていきます。トマトを洗います。トマトを切っていきます。イタリアにはたくさんの種類のトマトがありますが、今回使ったトマトはダッテリーノと呼ばれているトマトです。酸味がほとんどなく、とても甘く濃厚な味で、フルーツ感覚でパクパク食べれてしまうトマトです。トマトを全部切り終えたら、今度は玉ねぎを細かく切っていきます。今回私は玉ねぎを3分の1ぐらい使いました。そしたら今度はそこにバジルを手でちぎって加えていきます。塩を少々加えます。オリーブオイルも加えていきます。オリーブオイルと塩は切ったトマトから水分が出て水っぽくなってしまうため、食べる直前に加えてください。完成です。夏の太陽を存分に浴びたダッテリーニトマトの甘みを思いっきり味わえるトマトのサラダ、インサラータディポモドーリ。準備してから3分以内でできる最速サラダです。それでは次のサラダを作っていきましょう。次のサラダは葉物野菜をたくさん使ったサラダです。葉物野菜を洗っていきましょう。葉物野菜であればどの野菜を使っていただいても美味しく召し上がれます。葉物野菜は手でちぎる方が葉が潰れないので美味しくできます。洗った野菜の水気を切ります。手でちぎりながらボウルに入れていきます。生野菜やフルーツに多く含まれる最近話題の酵素がサラダにはたくさん入っています。酵素は体の中にあるものの加齢とともに減少していき、この酵素量が減ると肌の乾燥やシミ、シワの原因になるそうです。葉物野菜をちぎり入れたら、今度はトマトも切り入れていきましょう。イタリアの野菜フェンネルも加えていきます。ハーブの一種であるフェンネルはセロリによく似た食感と味が特徴です。以前フェンネルを使ったサラダをあげていますので、概要欄に URL を貼っておきます。もしよろしかったらご覧ください。次にリンゴを細かく切って加えていきます。グリルパンで鶏の胸肉をグリルしていきます。中までしっかり火が通るように焼いていってください。ドレッシングを作っていきます。ギリシャヨーグルトを1カップ使います。無糖ヨーグルトであれば何でも大丈夫です。そこにレモン半分のレモン汁を加えます。
よくかき混ぜてください。先ほど細かく切った野菜にオリーブオイルと塩を加えます。味がサラダになじむようによくかき混ぜます。そこに鶏肉を切って加えていきます。最後にドレッシングを加え、よく混ぜたら完成です。癖のない葉物野菜がたくさん入った酵素たっぷりのサラダ。ヨーグルトとレモンのソースでほんのり酸味が効いていて、とても癖になる一品です。その名もインサラダディポッロ、鶏肉の酵素サラダです。今日はローマのパン屋さんと生ハムやチーズを売っているお店のショーウィンドウをちょっとお見せします。パン屋さんにはいろんな種類のピザが量り売りで売っています。一番奥にあるあの何も乗ってないシンプルなピザ、ピッツァビアンカと呼ばれているピザで、こんなにたくさん種類があるんですが、生地の食感と小麦の風味をダイレクトに楽しめるあのピザが私は一番好きです。パン屋さんには手作りクッキーなども売っています。イタリア人は甘いクッキーを朝に食べるんです。お次は生ハムやチーズを売っているお店です。生ハムも量り売りです。生ハムやチーズを売っているお店には大概オリーブなども売っています。オリーブにもいろんな種類があります。さてチーズのコーナーにやってきました。チーズも量り売りです。ひょうたん型のあのチーズ、トマトのリゾットの時に使ったスカモルツァチーズです。トマトのリゾットをまだ見てない方は概要欄に URL を貼っておきます。ご覧ください。今後もイタリア家庭料理とイタリアについて載せていきます。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日はこのお店でストラッチャテッラというチーズとプロシュートを買いました。次回はイタリアのサルシッチャを使ったリゾットを作っていきます。どうぞお見逃しなく。